アビラの追い分けにある道の駅アビラデゴイチステーション。ここには D51-320 号が胴体保存されている。運転するのは機関区に入るのが夢だったという工藤隆夫さん。工藤さんは蒸気機関車がなくなる1976年まで追い分け機関区で機関士を務めていた。機関車は生き物だと思っているんですよ。やっぱり一生懸命すればそれなりに動いてくれるんだけども、だらけたりすると蒸気上がりが悪くなったり、水の減りが極端に早かったりするわけだ。やっぱりよしよしって言わないとよくやってくれないんですよ、機関車自体が。夕張から室蘭港へと運ばれる石炭、その中間拠点となったのが追分駅だった。1892年に機関庫が設置され、多い時には60台以上の機関車が配備。およそ400人の職員が携わる道内屈指の機関区だった。追分がなぜ脚光を浴びてるかというと、夕張に来た石炭をここで止め置かないと次の列車、闇田方面から来ますよね。それで追分で入れ替えをするわけですよ。54台の車両ですから約600m、長い構内を持ってるのは追分しかこれにはないんですよ。2400トンっていうのは日本一なんですか？日本一、間違いなく日本一。追分から、室蘭まで2400トン引っ張るところに日本のどこ探してもないんだから自慢ですよ。苦労したのはどういうところですかね？苦労したのはね、落ち葉、雪、雨、滑るから。昔からね、ブレーキをかけて止まる距離のことは雨降り3本雪5本って言うんですよ。それだけ滑るよっていうことなんだよね。電柱さ、雨で3本雪で5本、そうすると250メートルぐらい滑るよってことなのさ。工藤さんが三反地区で石炭の積み下ろしやったっていうのは夕張ですよね。そうです。にぎわいというかね、まだ。あ、やっぱり夕張ありましたね。もう夕張と室蘭はね、電気が消えない。工場やいろんな電気がつきっぱなしの状態。いやー、華やかだね。あの日鉄の工場とかありますよ。あの明かりで信号機を見間違うっていうことが結構ありますね。さっき機関士に怒られるんだよね、機関士の場合は。